さあ始まりました、カスタンチャンネルです。今日は武言です。武言パフォーマンス、まずデモバージョンから見てください。どうぞ。はい、今回はどうだったでしょうか。あえて解説を入れずに、スローモーション と、まあ、この2つ覚えてねっていう、まあ、あの1つの例を出しました。ゆっくりスローモーションで見れば必ずできると思います。自分の流れの中にですね、やったことないわっていう方がいましたらぜひ取り入れてみてください。実は僕もね、あのこう不思議に見せるところ、まだもうちょっと研究の余地があるので、僕も綺麗に頑張りたいと思います。一緒に上手くなりましょう。それではまた、ガッサンチャンネル。それではまたお会いしましょう。